楽天中田翔に激安オファーをしていた模様。巨人から自由契約となり中日に加入した中田翔内野手34が6日名古屋市内で入団会見。表立った移籍交渉は中日との一度きりだが、パワハラ問題で揺れる楽天も驚きの提示額で獲得に動いていたことが夕刊フジの取材で分かった。中日はこれまでの実績に敬意を表した誠意ある条件提示で中田を射止めたが、同じく右打ちの一塁手を補強ポイントとして水面下でオファーを出していたのが楽天だ。安楽友博投手27が複数の後輩選手へのハラスメント行為で先月末に自由契約となったばかりだが、今季まで現場を預かりながら一連の騒動の中で雲隠れを続けた石井一久前監督50が今オフから転身したシニアディレクターとして独自の人脈を使いアプローチをかけたという。そんな金ないのか、相手チュニドラやぞ。1億未満テラー君の年俸を削っていいぞ。無駄に4億7千万もらってるけどそんないらんやろ。学級委員長させられるの嫌やったんやろ。安楽をって選手敏感なところへ中田ひとつまみ白さ。中田の年俸は2億なのか3億なのか。 FA 補強できなくなったら完全に終わりだな。楽天は高校生の野手レギュラー村林が8年かかってやっと出てきたぐらいひどいのに、犯罪者にすら断られるの草もう終わりだね。この球団安楽の件あったし取れなくてよかったろ。若手がまたパワハラに怯えてしまう。浅村取った頃とは別のチームだな。そら今の楽天に好んでいくやついねえわ。高額年俸者全く働いてないからな。中日以下白さ。大体石井は散々やらかしてるのに切らない球団だ。おかしいわ。ドラフトからの入団拒否も出てくるんやないか。送り出す側も嫌やろ。ご視聴ありがとうございました。